ルーカス・ロドリゲス・モーラ・ダ・シルバは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、トッテナム・ホット・スパー FC 所属。ポジションは MF。CA ・ジュベントス及び SC ・コリンチャンス・パウリスタのユースを経て、2005年に、サンパウロ FC に入団。2010年にトップチームに昇格すると、25試合出場で4ゴール、4アシストを記録した。 翌2011年もカンピオナートブラジレイロで28試合に出場して8ゴール4アシストの結果を残し、冬の遺跡史上ではイタリアのインテルが獲得に乗り出した。2012年になるとヨーロッパのクラブからの注目度はさらに増し、インテルに加えてチェルシー FC やマンチェスターユナイテッドが獲得に関心を示した。2012年8月、 パリ・サンジェルマン FC への移籍が決定。2013年1月に正式に加入した。背番号は29番。加入当初から主力として活躍し、クラブのリーグ4連覇に貢献したが、クラブがアンヘルディマリアやネイマール、キリアン・エムバペといった選手を獲得したことにより、序列が徐々に下がり、出場機会が減少した。 2017から18シーズン2018年1月31日、プレミアリーグのトッテナムホットスパー FC と2023年までの契約を締結した。2018から19シーズン2018から19シーズン8月12日フラム FC 戦で、プレミアリーグ初ゴールを決め、8月27日、マンチェスターユナイテッド FC 戦では2ゴールの活躍で、 ユナイテッド撃破の立役者になる活躍を見せ、自身初となるプレミアリーグ2018年8月の月間、最優秀選手に選ばれた。同シーズン4月13日のハダースフィールド、タウニ FC 戦で、ハットトリックを達成。UEFA チャンピオンズリーグでは、12月11日のグループ B 最終節バルセロナ戦にて71分に、 投入されると、85分に1から1の引き分けとする、ゴールを決め、クラブをインテルと近差での決勝ラウンド進出に、導いた。準決勝のアヤックス・アムステルダム・センセカンドレグでは、合計スコア0から3で迎えた後半10分に、デレアリートのカウンターからゴールを決め、4分後にはゴール、前の混戦からボールをさらに細かいタッチで DF を、かわして得点。 さらに1点ビハインドで迎えた試合終了間際の96分、武蔵底からジョレンテ、アリとワンタッチで繋がったボールを左足で叩き込み、ハットトリックを達成し、奇跡的な逆転劇の主役として、トッテナムをクラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝進出へと導いた。しかし決勝リーバープール戦では、先発を外され、試合は0から2で敗れた。 2019から20シーズン8月10日のプレミアリーグ第一節アストンビラ FC 戦に先発出場。0から1とリードされて迎えた後半28分、新加入選手、タンギ・エンドンベレのリーグ戦初ゴールをアシストし、3から1の逆転勝利に貢献した。8月17日の第二節、マンチェスターシティ FC 戦では1点をリードされて、 迎えた56分に途中出場し、数十秒後のファーストタッチで同点ゴールを決めた。12月15日の第17節ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC 戦では、前半8分に巧みなドリブルで DF を本動し天井に突き刺す、ゴールで先制点を挙げ、1から2での勝利に貢献した。2月3日の第25節マンチェスターシティ戦では、冬の新加入選手、 ステーフェン・ベルフアインのリーグ戦初ゴールをアシストし、2から0での勝利に貢献した。9月27日、リーグ3節入荷する戦にて、シーズン初ゴールを記録した。21年4月16日、リーグ32節ウェバートン戦で、プレミアリーグ100試合出場を達成した。マノメネーゼス監督に招集され、2011年3月27日の、 スコットランドとの親善試合で代表デビュー。コパアメリカ2011でも2試合に出場。同年9月28日のアルゼンチン戦で代表初得点を挙げた。また、U-23 ブラジル代表の一員として、ロンドンオリンピックのメンバーにも選ばれ、銀メダルを獲得した。ありがとうございます。